初めて三枚おろしをしてみたいと思います。こんな高級魚でね、こう最初にやるってね、なんか違う。背骨に沿って。おう。行ったかな。よっ。ああ、身が残っていますね。これもったいない。ここですね。それっぽい。で、もう一個同じことをやるってことでしょうね。これも背骨に沿って。なんかそう、まあ、ちょっと骨に身が結構残っちゃってますよね。これぞ、1、2、3枚。これが3枚おろしですね。初めての3枚おろしでした。黒むつをさばきました。このね、骨についちゃってる身、これがもったいないですね。こういうのがないようにやるのがうまい、まあ多分腕なんでしょうね。これはあら汁にちょっと使おうと思います。いよいよ一晩寝かせた赤むつをですね、3枚にさばいていきます。私今日が、3枚おろし初ですけれどもね、早速いってみます。さて、まずはこの頭をちょっと落としましょう。この高級魚だけに、ね、ミスが許されないという、初めて、ほぼ初めてやるにもかかわらず、いきなり上級の魚。多分経験者の方は見て悲鳴を上げてるかもしれないですけどね。誰でも初めは初心者ということで。さあ、行ってみましょうか。オペ開始みたいな、そんな感じです。気持ちは。めっちゃ鱗あるやん。あー、鱗取りが甘かったな。身をね、きれいに残さないといけないです。おっ、意外といいんじゃないですか。
イエス。3、2、1。はい。結構いいんじゃないですか。ね、これちょっと、ほら。まだ内臓が残っていた。で、もう一個、裏側ですね。感動。うまくなってる。レベルアップしてます、確実に。やった、3枚。1、2、3枚。やりました。赤むつ3枚おろしです。いらっしゃいませということで、なんとか綺麗にですね、黒むつ、赤むつ、このようにさばきました。これを切ってですね、バーナーで炙るというところです。いよいよ仕上げです。参ります。切り方とかあんのかな？なんかちょっと斜めに入れるよね。時々鱗が残った、鱗が、鱗をかじるとちょっとね、興ざめしますからね、魚はね。こんな感じで、並べていって最後に炙るということです。赤むつ最後切っていきますよ。肉厚で脂がすごい。さあ、ついにここまでやってまいりました。お待たせしました。さて、ついに参ります。